どうも、ゴルフの三ツ谷です。いつもありがとうございます。今回は質問をいただきました。右の肘は体の近くを通すのであれば、ずっと肘を体の近くにしていた方がうまく打てるような気がするんですけど、これはダメですかえこんな質問をいただきましたので、それについてお答えしていきたいと思います。私三ツ谷は4000名の方が会洋スクールで普段レッスンさせていただいています。いろんな質問を受けますので、どんどんシェアしていきたいと思いますので、そして動画を見てくれている皆さん、 いろんなことを思ったりしますよね。どんどんぶつけていただければ、それについて解説する動画を作っていきたいと思います。では早速いきたいと思います。右の肘、これは体の近く、もう体に当たるのかっていうぐらいのところに降りてきて、これが早めにほどけてしまう方が圧倒的に多いんですね。なので体の近くに降りてきて、そこから肘が伸ばされていく。 こういう動作になってほしいわけですが、では、体の近くにこうあればいいので、バックスイングもこういう風に体の近くにあるのはどうなのか、こういう質問をいただきましたが、これ後ろからこのアングルで皆さん動画を見てると、なんとなくわかると思うんですけど、これでは正しいとは言えませんよね。まあ、ただ自分では自分のスイング見れないので、 その動画を撮ったりすれば、もちろん分かったりはするんですが、これはもう見てる皆さんはですね、いや、それは違うでしょと、もうすぐに分かるようなことだと思います。そして、その答えはもちろん、NO なんですね。このバックスイングのトップの位置というのは、この形になっていかなければいけないので、肘は一定数体から離れます。なので、ずっとくっつけていくことはできないんですね。これは肘が体の近くに降りてくるというのは、あくまで理想的なスイングプレーンで振った時に、 その時に右の肘が体の近くを通るよと言ってるだけで、そのずっと肘が近くにあんなきゃいけないよと言ってるわけではありません。あくまでその一瞬の要素、そこのポイント、形としては近くに降りてきてるということがすごくわかりやすい要素なので、それをただただ言ってるだけの話で、それが重要であるということを言いたいわけではないんですね。 ですから、トップの位置では、肘はですね、地面の方向に向いていきますが、ここは少し離れた形になります。そして、振り下ろされた時に、この脇腹ら辺に降りてくるような感じになり、そして当たった後も体から離れていく方向になっていきますので、これは、まあですね、肘は体の近くにを通るだけであって、ずっとくっつけていてはいけませんよ。という話。ただ、肘の感覚というのは、トップの位置に上げた時に、 え、肘が開いてしまうと、クラブシャフトが荒の方向を向いてしまいますので、え、肘は地面の方向を向いてなければいけません。え、そして、え、グリップも離れてしまうと、お、肘が正しい位置にあったとしてもですね、クラブのヘッドが落ちたりしますので、そうならないように、え、しっかりグリップをキープしながらトップの位置まで上げてほしい。え、そんな風に思います。え、そして、え、その位置に上げて、え、一定数体から離れて、 そこから振り下ろされてこれば、その理想のスイングというか、新しいスイングにつながっていきますので、まずはどこに上げるのが正解なのか、肘のこの高さ、肘の位置、トップの高さ、その動画も皆さんに、こうね、あの、シェアしてますので、ぜひそれも同時に見ていただいて、トップの位置はどういうふうに上げれば良いのか、どこに上げれば良いのか、 そしてそこから振り下ろされたスイングというのはどういう形になっていれば良いのか、そこをですね、一つ一つ覚えていただく、それが大事かなと思います。スイング中というのは自分のスイングは当然見れませんし、そのすごい勢いで振り抜かれてますので、どういう形になっているかっていうのもまた同時に非常にわかりにくいことなんですね。ですから、スイングというのは形も大事なんですが、動作として理解するというのが大事です。ですから一連の動きのあるものですね。その、ここでこうして、足で、 こうして、こんなふうにして、ということではなく、一連の流れ、上がったものが、 最後まで振り抜かれていくんだよ。っていうね、えー。一つの動きとして理解していく、えー。そうするとやることが一つなんですね。スイングをするという。たった一つのことをすればいい。ということなんです。まあ、三つも四つも意識することはできませんよ。まあ、あっていると、まあ、二つ以上はもう意識できません。という方がほとんどなんですが、えー、それはもうどんな人でもそうです。私もそうです。えー、ですが、それを二つ、三つと捉えているのではなく、一つと捉えているんですね。スイングは一つ、一個の動き、えー。そういうふうに理解する。まあ、納得する。解釈する。 それが大事かなと思います。そうすれば、そんなにたくさんのことをイメージする必要はなくなりますので、ぜひ皆さん、このスイングを一つと捉えて、そして、この肘の位置、これは体にくっつけてはいけないということですね。トップの位置ではね、この振り下ろされるここで体の近くを通るというだけのことですので、そこを間違って解釈しないように気をつけてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。